パノラミック急行は、スイスの私鉄であるモントル・オーベルラン・ベルノワ鉄道に1979年に登場したパノラマ客車を用いる列車の名称である。2018年時点では、ゴールデンパスパノラミックという列車名で運行している。この項目では、関連する他の列車についても紹介する。パノラミック急行1971年に、 モブの社長に就任したエドガーシュティーガーは、発達する観光バスへの対抗策として、リクライニングシートや天窓、冷房装置を有するパノラマ車両で構成された特別列車を運行する計画を発表した。これらの要素はすでに観光バスで人気を博していたものであり、それを鉄道車両に取り入れることを目指したのである。創立75周年にあたる1976年、モブは、 スイスの車体メーカーであるラムザイヤーイエンツアーと共に初のパノラマ客車であるアズ110を完成させ急行列車に組み込む形で営業運転を開始した。そして1979年には追加発注による4両の増備が行われ、同年の夏にこれらの客車を用いたパノラミック急行がモントルーツバイジン面間に登場した。当期以降は つバイ人面連駆間の延長運転が行われ、1982年には4両のパノラマ客車が新規に製造されたことでに往復への増発が実施された。登場当時の動力車は1944年から使用されていた武道4、4型電車が2両編成で使用されていたが、1983年以降はより強力なグダ4、4型電気機関車へと変更されている。 パノラミック急行は豪華さに加え、モントルーツバイ人面間を自動車よりも早く結ぶ利便性もあって人気を博し、1985年における一等旅客の収入は10年前の2倍近くにも増加した。それを受け、モブは同年のカキダイヤから新たなパノラマ列車、スーパーパノラミック急行、スーパーパノラミックエクスプレスを導入した。最大の特徴は、 全面展望が楽しめる運転台付きの制御客車で、テレビカメラを搭載し2階の運転席からの十分な視界を確保するなど安全面にも配慮した。またはアカウンター付きのサロンカーも製造され、車内ではスタッフによる様々なサービスが施されることとなった。動力車にはパノラミック急行から撤退した武道4、4型が使用された。運転開始当初は3両編成で、 全面展望も片側のみだったが、1986年に制御客車と動力車の増結が行われたことで、編成の両端で全面展望が可能となり、編成も5両編成に増強されたほか、需要に応じて最大6両編成での運転も実施されるようになった。またこの編成を用いた GFM への直通運転や、チョコレート工場や博物館、 古城見学を校庭に含めたモントルー、ブローファブリック間の臨時列車の運行も行われた。クリスタルパノラミック急行パノラミック急行やスーパーパノラミック急行の成果は絶大で、1975年から1993年の年間旅客数は250万人に達し、一等旅客からの収入も3.5倍に拡大した。その一方、 モブは1980年代以降さらなるパノラマ列車の増備の検討を始めた。今回はモブのみならず SBB、SB RHB、フェードアウト、PVZ のメーターゲージの路線を有する企業との協議の上、合同で新型パノラマ客車の導入を行うこととなった。その結果、RHB のみスイスのシンドラーに車両を発注した。一方、モブを含む 残りの企業については、イタリアのブレダに依頼した。そのうちモブが導入した客車は4両で、うち2両は、全面展望が楽しめる、展望室やサロンを設置した、制御客車である。また、中間車として用いられるもう2両の客車は、他の鉄道に導入された、同型客車よりも一回り幅広の構造となり、中間に挟まれるグダ4、4型電気機関車も客車に合わせた。 新塗装に変更された。これらの車両を用いたクリスタルパノラミック急行、クリスタルパノラミックエクスプレスが営業運転を開始したのは1993年7月3日のことである。1995年には登場から10年が経過したスーパーパノラミック急行のリニューアルが行われ、7月8日から新たにゴールデンパノラミック急行、ゴールデンパノラミック エクスプレスとして再登場した。塗装をクリスタルパノラミック急行に合わせたものに変更しただけではなく、制御客車の全面形状の改造、内装の変更など大規模な改装工事が実施された。動力車についてもブド4、4型電車からグダ4、4型電気機関車に交換されている。なお、前年の1994年には GE4、GE 4型電気機関車が登場し、パノラミック急行の動力車としても使用されている。2018年現在、上記の各列車はまとめて、ゴールデンパスパノラミックという列車名で運行しており、塗装も1999年以降それまでの青や、クリーム色を基調としたものから、黒、黄色、白色を用いたものに変更されている。 新型車両の導入も行われており、2010年以降停車部分を設けた客車が新造され、随時運行についている。そして2016年には、登場から40周年を迎えたのを機に、最初のパノラマ客車であるアズ百獣が、登場時の塗装に戻され、5月20日に記念式典も実施された。2018年現在、ゴールデンバスパノラミックは、 モントルーツバイ人面間に6往復が設定されている。そのうち2往復は全面展望が可能な車両が連結されており、全面の展望席は一等座席よりも格上の VIP 座席となっている。編成は VIP 座席が存在する列車は7両編成、それ以外の列車は6両編成で、編成内には低商客車が1両連結されている。これらの列車は、 スバイ人面駅で BLS の列車と接続しており、スイスの観光地をめぐる鉄道ルート、ゴールデンパスの一翼を担っている。パノラミック急行やスーパーパノラミック急行の登場当時は1944年から1946年にかけて製造された武道4、4型電車が塗装変更の上で使用されたが、 急勾配路線を抱えた路線で冷房を搭載した重量級の列車の動力を担うには出力不足であり総括制御による充電運転が常態化した。そのため1983年以降はグダ4、4型、GE4、4型などの電気機関車に順次置き換えられている。なお、ブド4、4型電車に代わってアブダ8、8系電車やイ6 6系電車、 グラム4、4型ディーゼル機関車が使用されたこともある。1976年に登場した初のパノラマ客車であるアズ110を含め、初期に導入された4両は、木造客車の台枠や台車を利用して製造された車体更新車であるのに対し、1982年以降は、心臓の車両が導入されていった。 1985年にはスーパーパノラミック急行向けに先頭部分に全面展望が可能な展望席を設置した制御客車が導入された。それにより運転席は2階に設置されたが全面視界を確保するため全照灯の間や側面にテレビカメラが設置されている。百九十三年に導入されたクリスタルパノラミック急行向けの制御客車も 同様の構造だが、デザインや塗装が、スーパーパノラミック急行用の車両から変更され、曲線を多用したピニファリーナによるデザインが採用された。2000年代には、アルストム製の新型台車、セントロ線を搭載し車体の中央部に、車椅子スペースや車椅子対応トイレなど、バリアフリーに対応した設備を有するパノラマ客車が製造され、2010年5月23日から、 営業運転を開始して、以降8両が導入されている。機関可変台車を搭載した BDS220 客車ツバイ人面ンン駅、モントルー型の4000機上区間の終端直進の標準機の木町線から、狂気の本線が右に分岐する。電化方式もモブ直流9 0 0ト BLS 交流1 6 7ルツ1 5 k v と異なるため、河川には、 Z セクションが設置されている。ゴールデンパスは、モントルー・ルゼルン間を結ぶ、スイスを代表する、鉄道ルートの一つである。しかし、モントルー・ツバイ人面間を担当するモブ、インターラーケンルゼルン間の ZB の基間は 1000mm で、ある一方、ツバイ人面、インターラーケン間を担当する BLS の基間は 1435mm と、異なっている。そのため、 旅客車両を直接乗り入れさせることができず、乗客は乗り換えを行う必要があった。それを解消するため三線軌道による直通運転が考えられ、モブもそれを見込み GE4、4型電気機関車を副電圧への対応工事が容易に可能な設計としたものの、費用の問題から実現することはなかった。そこで2010年にモブは、 機関可変に対応した台車をプローズ車に委託し、それを受けて新型ボギー台車 EV09 の開発が実施された。車輪を含むフレームが左右へ自在に伸縮可能な構造となっており、これにより 1000mm から 1435mm の各機関に対応することができる。完成後はパノラマ客車に搭載し、モブや BLS の線路上で試験が行われた。 その結果を受け、モブは20両の新型客車を下トラーレールに発注し、既存の一部のパノラマ客車についても、台車を EV09 へ交換し直通運転に対応させることを決定した。地上設備に関してもつばい人面駅に、機関可変に対応する4000機場を設置し、当初は2021年6月からの、 直通運転開始を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、運転開始は2022年12月11日に延期されている。なお、BLS 区間を走行する際は、BLS の機関車をそのまま使用するため、制御システムの変換や客車への電源供給を目的としたアダプターとなる客車の連結が予定されている。ゴールデンパスクラシック。 ありがとうございます。